こんにちは、サッカーキングチャンネルのミシと練習部小松です。新企画、はい、第1弾は、デアクラシカの振り返りしたんですけども、拝見しましたよ。あ、見ました。見ました。すぐ見ましたよ。あ、本当ですか。どうでした？感想。すぐ見たからこそ今僕がここに出してくれと私から逆オファーをさせていただいたんですよ。ありがとうございます、はい、楽しかった。あ、本当ですか。まあ、連載シリーズにしていこうかなと思ってるんですけども、味を占めて早くも第2弾。そういうことです、はいはい、今回はチャンピオンズリーグのベスト8が行われるということで、もう組み合わせ抽選会もね、行われまして、組み合わせも決まっていますけども、トッテナムとマンチェスターシティ、はい、まあ、同国対決が、まあ、実現したと、はい、いうことで。やりたくなかった。まあね、新スタジアムをオープンして、はい、この勢いに乗ってるトッテナムがシティとね、対戦するっていう構図ですけども、今回は08-09シーズンの、トッテナム対マンチェスターシティを振り返っていこうと思います。10年前ですね、はい、10シーズン前、はい、ではスカッと早速見ていきましょう。08-09シーズンの、プレミアリーグ第37節の対戦ですね。トッテナム対マンチェスターシティ2-1でスパーズが勝利という、はい、結果になっております。スパーズの得点がデフォいやいいですね、いいですね。デフォーとパブリチェンコの2トップですか、この時。そうですね、まあ、僕は一応スパーズ、はい、そうですね、好きなので、はい、まあ、このぐらいの当時ぐらいから見始めるようになったんですよ、うん、はい、僕も多分これぐらいからプレミアリーグをちょっと見始めたぐらいなんで、はい、結構まあ思い入れのあるというか、はい、懐かしいなっていう感じですけどね。パブリチェンコは、そう、ね、あのユーロでロシアが躍進した時の、うん、まあ、エースの一人で、それで引っ張られてきたんですね。で、もう一人がロビーキーですね、はい、得点しているのが、はい、で、あと中盤にはモドリッチもいると。はい、そうですよ。いたんですよ、皆さん。やっぱね、覚えてますか、ちゃんと。スパーズはね、いい選手たくさん輩出してますからね、はい、ちょっと後ろの方を見ますと、まあ今もワトフォードで頑張っているゴールキーパーのゴメスとか、はい、アスエコト、なんですか、懐かしい。もうね、アスエコトは、はい、アスエコトって言いたい。そうだ、ブノワアスエコトって言いたくなりますよ。そう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 、まあ、カメルーン代表ですけど、見た目が、うん、あのちょっとバルセロに近い、あ、そうですね、アフロヘアで、アフロヘアで、はい、まあ、コーンローとかにしてこうギュッと髪まとめたりもしてる時期あったんですけれども、うん、まあ、攻撃的なサイドバックだったんですけど、ちょっとポカをやらかしたりとかいうのもあったんでちょっと愛されるみたいな。確かに愛すべきキャラクターがありましたよね、はい、まあ、ワールドカップでもね、日本とカメルーンが対戦して、その試合も、ね、出てましたからね、はいはい、スパーズのベンチなんですけども、まあ、当時背番号3番、まあ、3番というのは結構ディフェンダーのイメージですけども、はい、当時はおそらくサイドバック登録みたいになってたのかな、ベイル、はい、ベイルもいたんですよ、皆さんと。ベイルは2007年かな、はい、サウサンプトンから、移籍をしてきて、はい、まあ、当時サイドバックで攻撃的なところで若くて勢いのある選手ということで、うん、結構争奪戦だったんですけど、スパーズに入ってきてくれて、うん、だったんですけど、まあ、怪我しちゃったんですよね。でこのシーズンとかもほとんど出られてなくて、うん、で最後の方で復帰してきて、っていうこともあったんですけど、はい、まあ、当時ベイルは出場するとチームが勝てないと、あ、そんな感じだった、いうジンクスもあったりしていて、うん、まあ、ちょっとなんかネタっぽい感じの選手の一人になりそうなところだったんですよね、うん、でちゃんと活躍するのはあのこれの次のシーズン、はい、2009年10年シーズンから、うん、まあ、この時も監督、翌シーズンも同じ監督ですけど、はい、ハリー・レノダップさんが、まあ、使ってこう伸ばしていったみたいなところがあって、うん、ゆくゆくこう体制して育っていくっていう、はいはい、やっぱりね、ベイルというと、まあ、左サイドバック、まあ、2列目出てたのかな。でもやっぱりチャンピオンズリーグのインテルとのあの試合のなんですか、戦列というか、はい、こんな選手いるんだっていうこの驚き、そして衝撃っていうのが、ね、あってね、やっぱりそこからまあレアルに、ね、旅立って、ちょっと今レアルであまりうまくいってないようですけども、まあ、やっぱりその能力っていうのはね、非常にまだ高いですし、当時はサイドバックでしたけど、うん、もう最終的にはトップ下でスパーズやってたんで、なるほど、そんな選手になるとは到底思ってなかった、うん、当時は。まあね、背番号3っていうのもね、まあ、基本的にはディフェンダーっていうような、ね、イメージもありますけどね、はいはい、そしてスパーズの監督はハリー・レノダップ、まあですね、はい、先ほど小松さんの話もありましたけども、レノダップさんには、うん、あの足向けて寝れないですやっぱりこの今のスパーズがまあ勢いがね非常にあって、レビーさんの、まあ、うん、まあ、ちょっとこう経営者としての、もともと経営の人だったんで、はい、あの人は経営財人だったんで、はい、まあ、そこからのこの、まあ、うまくお金をやりくりしながらっていうのと、うん、まあ、レノダップさんの、まあ、魔法じゃないですけど、うん、こう人心掌握と若手をこ う, うまく使いながらみたいなのが種まいててくれたんで今があるみたいな、まあ、礎を作った監督ということですよね、はい、で一方のシティなんですけども、エラーノ、アイルランドなどなど、デヨング、コンパニーなど、はい、シティは、ちょうどこれの前のシーズン78シーズンに、はい、あのタクシン・チナワットさん、はい、
タイの首相だった方が買ってオーナーになったんですけど、まあ、いろいろなんかごたごたすったもんだがあって、この2008-9シーズンから、今の、うん、アブダビのグループの方にオーナー権が移譲したっていうところだったんで、うん、まあ、ちょうどお金が投資が始まったシーズン、うん、動き始めたところですよね、はい、やっぱりこの第2戦はちょっと出てはいないんですけども、やっぱりこのシーズンのシティのなんか象徴的な選手というとやっぱりロビーニョ、はい、やっぱロビーニョがやっぱり来たことによってなんかシティのこの本気度っていうんですかね、なんかそれの本当第一歩、まあ、今のシティを築くべくのこの序章というか、はい、やっぱりその時の衝撃ってやっぱすごかったですよね。レアルから、まあ、当時そんなにマンチェスターシティで、ね、強い、ね、チームではなかったですけども、そこでやっぱレアルから、ね、当時のブラジル代表のバリバリの一流選手でしたし、その選手が入ってくるっていう中の衝撃っていうのは、ね、非常にインパクトが、ありましたよね。そうですね。で、まあ、やっぱり当時はコンパニ、はい、バンサンコンパニが、まあ、加入してきて、はい、まだボランチだったと、うんうん、この試合もボランチ、はい、そうですね。じゃあボランチがコンパニとデヨング、はい、ブラジルデヨング、はい、かなりハードな強度が高いですねドイツボランチですよね、はい、他は後ろの方を見ますと、まあ、ウェインブリッジとか、はい、シェイ・ギブン、ゴールキーパーですね。ウェインブリッジも、この冬、はい、入ってきた、うん、っていう形だったんで、まあ、その投資の一環というところで、はい、まあ、うん、ちゃんと実績のある選手も引っ張ってきてるみたいな、うん、なるほど、ね、はい、でゴールキーパーはこの時ギブンで、控えがハードだったという、はい、感じですよね。そして右サイドバックの選手はマイカ・リチャーズ、まあ、ロンドンオリンピックにもオーバーエイジも出てですよ、ね、はい、ね、マイカ・リチャーズは、はい、多分、まあ、僕今34なんですけど、はい、これぐらいの年か、まあ、ちょっと下の方も含めてですけど、はい、ウィニングイレブン FIFA やってた人は、うん、マイカ・リチャーズは絶対使ってたなるほど、スピードがあって若くて伸びしろがすごいあるっていう選手だったんで、うん、絶対に初期投資でそんなにコストもかからないってんで絶対取ってたと。いい選手と、はい、センターバックも、ね、できますからね、ちょっとね、ね、はい、体制はしなかったんですけど、うん、期待はされてましたからね、はい、まあ、この試合シティは途中出場の選手が1点を返してるんですけども、まあ、ゴールを決めた選手は、ボジノフと、バレリー・ボジノフ、イタリアでね、はい、活躍の、ね、実績のある選手ですけども、はい、マンチェスターシティでは、うん、こう、まあ、そうですね、体制まではうまくはいかなかった、まあ、イタリアで活躍していた選手なんですけど、す、ね、イングランドではちょっとうまくいかなかったっていうのもあるんですけど ね、 そうですね、はい、投資をたくさんしてた分いい選手もたくさんいたけど、うん、はまらないでこう残念ながら、まあね、さよならをしてしまったっていう選手たちもたくさんいたですよね、当時からね。そうですね、はい、まあ、今のシティはなんかさ結構狙いを定めた補強みたいになってますけど、まあ、当時はとりあえずいっぱい来るみたいな、はい、いっぱい買うみたいな感じでしたね。でベンチメンバー他はスタリッチですね、マンチェスターシティの株上がり、そうですね、上がってきたシーズンかなこのシーズン、うん、はい、なんでシティでもだいぶね期待はされてましたけども、はい、結果このお金をたくさん突っ込んでたから使わなきゃいけない選手がたくさん増えちゃって、はい、出番なくしちゃったんで、うん、まあ、出ていったと。そうですね、まあ、チェルシーでもね体勢までいかなかったですけど、まあ、リバプールでね非常にいい活躍して、まあ、イングランド代表にもね、選ばれたこともありましたね、はいはい、そしてマンチェスターシティの監督はマーク・ヒューズ、はい、スベン・ゴラン・エリクソンさんの後任ですね、うん、なるほど。前のシーズンエリクソンさんがやっていて、まあ、シーズン終わった後に、うん、まあ、解任とこういう形になって、はい、ヒューズさんが部会に入れられたと、うん、なるほど。その次のシーズンの、まあ、途中で、解任となってしまってマンチーニ監督が来ると、はい、今やイタリア代表の監督になりましたけど、マンチーニさん。で、まあ、両チームのスカットなんですけど、はい、まあ、当然怪我人とかもあるんで、当時出ていない選手とかもいるんですけど、まあ、今も残ってる選手っていうのはまあほとんどいないっていうのは、はい、この間のデアクラシカの時も やってましたけれども、はい、まず今もいる選手、はい、どうなんだってなると、うん、ダニーローズがレンタルに出されて、まあ、いないんですけど、はい、ぐらい、まあ、当時から所属だったっていう、なんでもうすごく様変わりしていて、うん、まあ、他で言えば、まあ、クディチーニが途中で入ってきたりとか、うん、結構懐かしいところだよね、はい、で、まあ、象徴であるレドリーキングが、うん、まあ、この時怪我勝ちでなかなかいない時もありましたけど、はい、今はクラブにはいるんですけど、クラブのアンバサダーと、ね、はい、はい、いうのがいたりとか、まあ、マイケル・ドーソンとか、うん、チョルルカ僕チョルルカ好きなんですけど、はい、がいたりとか、こうなかなか渋いメンバーが当時いて、うん、まあ、ゾコラ、ハドルストン、ウィルソン・パラシオス中盤も潰し屋系が多かったんですよね。イングランドっぽいですね、はい、ハドルストンとか、はい、ハドルストンとかになってくると、まあ、ちょっとそこからパス出したりみたいなところがあるんですけど、はい、まあ、モドリッチはもう完全なそういったゲームメーカーだったんで、うん、やっぱりちょっと今のエリクセンと近いかところがあるかもしれないですけど、こうゲームメイキングみたいなのをこうなんて肩に寄るところが多かった、うん、それでいうとこのシーズンのスパーズ の、 なんですかこの象徴的な選手っていうと誰になりますかね、はい、やっぱモドリッチ
チですか、まあそうですね、モドリッチかな、まあでもまあ前線、はい、そのダレン・ベント、うん、ジャメン・デフォー、はい、まあこういったところと、まあ、その守備陣、うん、レドリキングがいるんでまだ、うん、まあ、まあっていうところと、まあ、エウレリオ・ゴメスはずっと長いことやってくれてたんで、うん、まあ、この辺はまあ愛されてもいましたし、うん、なるほどというふうに思いますね。あとそのちょっと1個言いたいのが、はい、デアクラシカーで、はい、ドルトムントでボアテングがいたじゃないですか。いましたね。ボアテングドルトムントのイメージないって言ってたんですよ。みんなコメントでもそういうのありました、はい、いたんだみたいな。実は、はい、10年前、はい、最初冬まではスパーズにいますそこからドルトムント来たんですね。そうなんです。なるほどね。なんで、はい、ケビン・プリンスはスパーズにもいた2週連続登場、まさかの2週連続での登場10年前って言ってるのに。なるほど、はい、でまあ、あのスパーズではあんまりうまくいかなかったんでレンタル出されちゃったんですけど、うん、はい、はい、いうのはありますね。シティも大型補強を始めてかけてた年ですけど、うん、はい、渋い選手もたくさんいてまあ、あのさっきの第2戦にもアイルランドとか、うん、例えば出てましたエラーの僕すごい好きでエラーのもゲームで使ってたんですけどまあいうところのも他にもね、まあ、ハマンとかマイケル・ジョンソンとか、うん、マイケル・ジョンソンすごい期待されてて、はい、あの結局対戦しなかったっていうところもあったんですけど、うん、まあ、そういったような選手もまだいるっていう、うん、あとはマルティン・ペトロフ。ああ懐かしい、ペトロフ仕事人ですからね、はい、アトレチコとかにもその後行きましたけれど、うん、あとショーン・ライト・フィリップス懐かしい、ね、ついに懐かしいを連発し始めましたね、はい、やっぱライト・フィリップスはね、やっぱ10シーズン前プレミアムキッキレでしたよね、はい、であとはベラミーが冬にやってきたりとか、まあ、この辺は大型補強のあれかなと思うんですけど、はい、まあ、そしてなんといっても、ジョー J リーガーたびたび登場してくることになりそうですね、はい、今後も。そうですね、はい、J リーガー出てきまくりですね、はい、まあ、ジョー選手が、はい、チェスカモスカーかな、はいはい、からやってきた最初のシーズンだったんですけど、まあ、うまくいかなくって、うん、なかなかシティでは、はい、で結局エバートンに、まあ、レンタルで出されちゃうっていうことになってしまうんで、うん、まあ、シティではほとんどプレーしてないんですけど、うん、ジョー選手もいたと、はい、うん、こういうことで、まあ、こういった肩書きを持った J リーガーがたくさん増えている調査です ね、うん、ですね。いろんな選手が、まあ、J リーグ来てるっていうのもまたこれ10年のなんか歴史というかちょっと感じられる、出来事かなと思います、はい、まあ、両チームとも今でこそ、はい、まあ、ビッグシックスと言われて、うん、まあ、マンチェスターシティは毎年優勝争いだし今シーズンは4冠かかっているし、はい、トテナムもチャンピオンズリーグは毎年のように出られるように今やなって、うん、まあ、今シーズン争ってますけど、はい、なったんですけど、このシーズンは全然うまくまだ行く前、まあそうですよね、はい、まあ、それで言うと、08-09 シーズンのプレミアリーグのちょっと最終順位見てみましょう、トッテナムは8位、はい、マンチェスターシティは10位、はい、というフィニッシュでした。注意もいいところ、注意もいいところですね一応、上にはあのトップ10には、ね、はい、入ってはいますけども、まあ、この両チームがチャンピオンズリーグのベスト8で激突するっていうのはね、やっぱりちょっと時の流れを感じさせる感じがありますね。感慨深いですよね、うん、はい、当時上位勢ではその2チーム除いた残りのビッグ4はいますけれども、うん、エバートン、まあ、はい、エバートンはもう分かりますけど、うん、ビラ、フラム、ウエストハムと確かにこういうところが上にいると、うん、こういうふうになってるんで、特にビラ、はい確かに、はい、ビラはもうちょっと今落っこってからなかなか上がってこれてないんですけど、うん、当時はタレントもいたんですよね、はい、結構ね、うん、そうですね、はい、この08-09シーズンのプレミアリーグ王者はマンチェスターユナイテッド、はい、はい、まあ、当時はね、まあ、ルーニー、ロナウド、はい、まあ、この辺りが全盛期といいますか、やっぱりユナイテッド強かった印象ありますよね、これの前のシーズンチャンピオンズリーグを取って、うん、このシーズンもまあ決勝で、はい、まあ、ペップのバルセロナに負けてしまうんですけど、うん、いうことがあったんで、まあ栄光の時代ですよね、はい、うん、そうですね、はい、ずっと栄光の時代なんですけどユナイテッドは、ね、サー・アレックスの時は、うん、で2位がリバプール、3位がチェルシー、4位がアーセナルと、はい、はい、いう順番、まあ、この頃はアーセナルは、はい、まあ、4位といえばアーセナルだよねってこう言われるようになっていたあたりですかね、はい、うん、そうですね、はい、そしてちょっと個人の方の結果を見ていきたいんですけども、得点王はチェルシー所属のニコラ・アネルカ、はい、まあ、チェルシーの、ね、やっぱ前線というとドログバっていう、ね、イメージはありますけども、このシーズンはまあ結構アネルカが、序盤戦から好調で、まあ、ずっとレギュラーだった、まあドログバとなんかどう共存していくんだみたいな、ね、そうですね、ところが結構話題になった、時でありましたよね。で2位がクリスティアーノ・ロナウド、はい、で3位がスティーブン・ジェラードって、得点ランキングにジェラードが入ってくるっていうのがまたちょっと新鮮というか、なかなか見ない。で、まあ、こうジェラードとかランパードっていうのはこう毎シーズンこう10点ちょっと取っていくっていうイメージなんですけど、はい、まあ、このシーズンもジェラードは16点取ってるんですけど、うん、こう得点ランキングの得点数見るとまあ3位に入ってもまあ確かに分かるなっていう感じなんですよね。トップのアネルカで19点なんで、はい、うん、なんか10代だとなんかちょっと物足りない感は、あれ
30点取ってないのみたいな。もうメッシロナウドが30アベレージぐらいしてるんで。で、あのプレミアリーグも今、まあ、ケインが取ってアグエロが取ってみたいな、うん、こうずっとやってるんで。そうですね、はい、あのちょっとこう思ったより少ないなみたいな、ちょっと印象あるかもしれない。そうですね、この、ね、リスト見てみても、なんかこの喫水のストライカーみたいなタイプで言うと、まあ、アネルカ、はい、まあ、そして、まあ、当時リバプール所属のフェルナンド・トーレス、はい、この辺りかな。また J リーが出てきました、また J リーが出てきました、はい、ポドルスキー選手に続いて、はいはい、でまあ、ランキングの下の方を見ると、はい、プレミア感が出てくるということで、はい、ダレン・ベント、これシティ戦で、はい、あの第1戦の方だったんですけど、はい、あのスパーズとして2点入れてるんですけれども、はい、それで言うとやっぱりプレミアリーグね、どこのチーム結構外国人フォワードストライカーっていうのがね結構増えてきたなという印象ありますからね。当時に比べたらですね、まだこの時はイングランドらしさっていうみたいなところもあるし、うん、国内のいいストライカーがたくさんいたみたいな、ね、確かにありますね。はい、はいはい、というわけで08-09シーズンのトッテナム対マチェスターシティのスカットを見てきました。全然違いましたね。全然違いますね、はい、もうローズとコンパニーぐらいしかいないんですから、はい、両チーム合わせても、はいはい、やっぱねこの両チームが、まあ、ベスト4進出をかけてチャンピオンズリーグ大一番と、はい、いうことになりますので、はあ、本当にやりたくなかったマンチェスターシティとは。いやこれはまあね、同国対決がね、まあ、どうしよう生まれ確率的にはね生まれてしまうんで、ベスト8まで来て、うん、プレミア勢同士で負けてしまうっていうのがもう一番何の身にもならないあれになってしまうんで、ベスト4はさすがにね全部ってのは難しいですけど、負けて決まったわけじゃないんで応援はしますけど、ね、はい、非常に楽しみなカードも、はいはい、あります。まあ、今回2回目と、はい、いうことでしたけどもね、まだまだいろんなチームやっていきたいなと、はい、いやもうこれねやっぱ僕からこう手を挙げてぜひ出させてくれと、はい、言った甲斐があったというか、やっぱ話って楽しいんで。なるほど、はい、まあね、このシーズンの、ね、プレミアリーグね、まあ、優勝したユナイテッドとか、まあ、リバプールとか、まあ、チェルシーとかね、まあ、いろんな話ができると思うので、他のね、うん、MC 陣とか例えば、そうですよね、レギュラー勢の人たちにもぜひなんかこう募って ね、 そうですね、私この時のこと喋りたいんです、うん、僕この時のこと喋りたいんですみたいなのもあればいいでしょうし、で す、ね、ですし、ぜひあの、うん、コメントであのこのシーズンのねこの選手なり、このチームとか、まあ、いろいろねコメントしていただければ、まあ、ぜひ参考にしたいと思いますので、他のリーグとかね、そうですね、なんならもう J リーグでもいいと思いますし、ね、はい、そうですね、 J リーグもやりたいと思っているので、はい、また次回ぜひご期待いただければと思います、はい、そして高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。